この先は全国的に気温が高く、5月並みの気温が続きそうですね。はい、そうなんですね。はい、もともと空気は西大陸から流れてくるわけなんですけども、はい、その大陸の気温がすごく高くなってるんですね。はい、この暖かい空気が日本に流れ込んでくるというのが、まあ、暖かさの原因なんですが、はい、現在どのようになっているのかといった状況を見ていただきたいと思います。今ご覧いただいているのは、日本列島の上に上空1500メートル付近の気温のを重ねています。オレンジ色が18度以上、まあ、これはもう6月7月、ですね。で、はい、この黄色あたりになってきますと、まあ、5月並みという状況になります。これに天気図を重ねて、こう気圧配置と移動を見ていきますと、はい、黄色とかが、ね、北の方にかかっていったりしています。ということで、気温の高い状態というのはしばらく続くことになるんですね。はい、ただ土曜日日曜日になってくると、この高い気温が少し南に下がってきますよね。こちら、来週末になると日本列島はちょうど今の4月の気温の中に入ってくるということになります。はい、週前半は気温高め、4月の下旬から5月というところが多くなるんですけども、来週土曜日日曜日になると来週の前半に比べると随分低くなるように見えるんですけども、まあ、4月並みに戻るというふうに見ていただければと思います。はい、ではそろそろ洋服や寝具などの衣替えも進めても良さそうです。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。